チャンネルちょ、月曜日です総チェックはい、のお時間でございます。さあね、後半戦も始まりましたけどもね、いきなり色々ね、えー、試合が動き出す、連敗しまくる、ね、連勝する、そして順位はどうなったか、ね、こっからね、本当の勝負の夏休み決戦始まります。ということでね、佐々木の、えー、後半戦で、ね、総チェックもこっからやっていきましょう。ということでね、えー、まずは土日の試合だけというと、今日ね、えー、ロッチ対ソートバンクありますけども、まず2連戦というところで、えー セーブで楽天。22日2対1でセーブ。23日2対4で、えー、楽天というところで、一勝一敗の五分っていうね、形になりましたけど、楽天はここ2連勝してね、ソフトバンクのゲーム差を一気に締め勝ったところですけども、まあ4ゲームになったっていうところでね、まだまだ A クラスね、ワンチャン可能性で出てきたっていう中でね、えー、22日の試合、えー、セブ、えー、セーブ先発今井ね、7回115球、三安打9三進、2九一失点。まあホームはね、ほんと素晴らしいね。右腕がね、全然体から離れていかない。ね、しっかりね、 この体の近いところを通ってコンパクトね腕の振りそして力強さね請求安定して非常に。 グッピッチ。ね。で、楽天先発、ま、カラえマ、ー。5回3分の1、89、えー、5安打1、3、4、2、9、2失点と。まあ、試合を作ったんでね、ちょっと攻められないかな、っていうところで、楽天はね、ま、あ問題は5回っていうところで、ま、あ西武はね、4回裏、ね、えー、2アウト1塁から長谷川がね、先制のレフトにタイムリーツーベースっていうところで、ま、あ一塁ランナーね、うねんティもよく走ったっていうところはあるけどもね、先制して、ね、楽天はこのね、問題の5回を見て、ね、阿部ライト前、そして、えー、辰巳がね、えん内安打っていうところでね、えー、1 2、2塁。 で、そしてね、ここで、えー、大田のね、送りバントなんと小賀が、三塁へ、悪送球っていうところで、バッと。痛い、これは。で、しかも、んでね、ノーアウト、満塁っていうところで、ここでね、えー、一番村林、ね、ライト前ヒット、いいところでね、よし、これでいきなりビッグイニングやって言ったところ、ライトの騎士が、取って、そのままね、セカンドスローをね、2005年の荒金のようにね、 あれはアウトにできなかったけどねでしかもそれをねセカンドアウト、まあねファーストランナーね、ね太田がライナーと迷ったのかな、ちょっとスタートだいぶ遅れてね、えー、セカンド、で岸が若干厚手に守ってたっていうところでねセカンド立ち合うと、ワンアウト一・三塁から小深ったの、ね、セーフティースクイーズ、なんと三塁ランナー、つみスタートめちゃくちゃ遅い、切ってなかったの、サインミスなのか、何なのかっていうぐらいスタート切ってなかったよね、あれは何なのかって謎だね。 でこれで三塁ランナー、アウトになってツーアウト、一塁からオゴが、ね、キャッチャーファールフライというところでこれ1点しか取れずっていうねこれ、痛いビッグイニングの、ね、可能性十分にあっただけこれここんでしかもね5回ぐらいにね西武、えー、はきっちり、ね、ツーアウト、二塁から源田が、ね、センターでタイムリーヒットを打って勝ち越しっていうねで結局ね、ねこの2対1のまま、えー、試合が終了っていうところで西武がね逃げ切ったっていうところはなるけどもこのね5回の表のね楽天の攻撃のミス これはね、めちゃくちゃ痛かったね。結局楽天はね、あの、ヒット3本っていうところで、まあ、完璧に抑えられてね、えー、今井がきっちりね、7回投げて、ね、で、いますだとね、えー、完璧リリーフで逃げ切ったっていうところでは、リリーフ陣もね、グッピッチ。ね。で、セーブはね、守備がしっかりね、守り切ったっていうところで、まあ、2回のてね、先頭、浅村のね、ライト、フェンスね、えー、直撃っていうところをね、これも間違いなくツーベースかっていうところを記事がね、 ジャッピングキャッチでね、えー、なんとかもぎ取って、しかも5回の表のね、ライトゴロっていうところでね、しっかりね、守備でも盛り立てて、ピッチャーが踏ん張って、4回、5回にね、そのチャンスを確実にものにするっていうところでの二対1。セーブとしては完璧な試合。楽天としてはかなりもったいない敗戦になりましたね。で続いて23日二対4で楽天の勝利っていうところで、セーブはね、昨日の流れとと,ともに、初回ね、えー、1アウトから現田がツーベース、その時フォアボール、キノがアウトになるけども、1アウト1、塁からね、栗山のライト前タイムリーヒット。 そして、えー、ウデンティがね、えー、フォアボール、でツーアウト満塁からね、えー、ペントのところ、えー、ワイルドピッチというところ楽天のバッテリーエラー多い、ね、これで2点先制してかなりいい流れだったんだけどもセーバー、ね、この2回、ね、ワンアウトから金子がデッドボールここで相手のダブルプレー。で4回ね あの、ワンナウトからウネンティーセカンド内ンダでペイトン463ダブルプレーっていうね、このダブルプレーでね、パポ,ポンっていけたらね、ひょっとしたらっていうところはあったけども、まあその後はね、ほぼほぼチャンスなくね、敗戦っていうところでは、まあ楽天はね、まあ、ワンチャンスをものにするっていうところで、2回にね、2アウト二3塁から、3ーボール2ストライクからね、バッター辰巳ミ、演奏ね、大きいか縦あるのカーブね、真ん中をね、見逃し三振っていうところでね、チャンスで凡退。 そのね、次の打席、4回ね、えー、お号内野打、浅村フォアボール。でね、え部、ー、安倍アウトになるけども、伊藤ゆがね、えタイムリーヒットで1点取って、で、フランコね、ライトフライ。で、2アウト、1、3塁からまた辰巳ね、えー、次はね、ワンボール、1ストライクからね、ストレートがね、雨めに入ってきたところをね、フルスイングでライトスタンドへスリーランホームラン。ナイスバッティング、ね。前の打席のね、見逃し三振っていうところをね、払拭したね、このスリーランホームランっていうところは大きかったね。 で、まあね、この後ね、あのー、お互いね、なかなかね、一本手ずっていうところで、まあ、楽天先発のりもね、7回107球、4安打334、349、一列ボールに失点と、まあ、初回ね、2失点したけども、まあ、その後ね、しっかりね、抑えたっていうところは、非常にね、良かったんじゃないでしょうか。で、聖髪先発エースね、4回79球、4安打334、29、4失点。この辰巳のね、一発だけでね、終わっちゃったかなっていうね、その後、タ高橋佐々木で、ね えー、そして水上佐藤とね、なんとか踏ん張ったけども、打線がね、則、え、本、ー、の後、渡辺、鈴木とね、完璧に抑えられるっていうところで、まあなんか真逆のね、試合展開だったなっていうところの、1勝1敗の5分っていうね、引き分けでしたね。えー、次いで、オリックス対日本ハム、22時5対4でオリックス逆転勝ち、23時7対5でオリックス、オリックス2連勝で、 首主位がっちりキープっていうところでね、22日ね、オールスター明け初戦っていうところで、まあオールスターにね、山本、そして山下、そして山崎幸ちチャーとね、3人先発ピッチャーが出場したっていうところで、後半ね、初戦はなんとリリーフデーっていうところでね、小木田2イニング、本田二2イニング、山岡2イニング、で、比嘉、宇田川、平野とね、1イニングずつっていうところで、まあ5対4っていうところになったんだけども、日本ハムはね、2回表、先頭マルチネスはね、え、母の効室でエラーで失塁、疑母処理しなきゃ。 ねカ上ターレフト前ヒットで軍事が軍事が送りバント成功させてワンアウト、二塁からね山田遥が三振、でツーアウト、二三塁になってね古巣、えー、のねオリックスに伏見がねセンターへタイムリーヒットでその後イスーバーターね、えー、そして幡、えー、松本が続いてしっかりね4点取るっていうところでっナイスバッティング、ね、エラーからっていうところでね非常にねこの田ね自責点ゼロっていうところでね。ね 非常にもったいないっていうかねこれでねちょっと負けたなって正直思ったところね3回裏、オリックスね先頭セデーニョがレフトスタンドホームランセデーニョ、でかいね一発で流れ変えるっていうねその後ねツーアウト1塁から野口がツーランホームラン野口が行くという野口フレッシュオールスターのねホームランばりのねホームラン好調維持ていうところで4対3、1点差になって全くね えー、分からなくなったっていうね、えー、ところでね7回裏、ね、ツーアウト1、3塁からピッチャーねカードからたまに変わってくしかねセンター前タイムリーヒットを打って結果ね、ね9回裏若槻がね宮西からライトへさよならホームラングッッ打ってオリックスが大逆転劇なんだけども、まあ、日本ハムはねこの伊藤大海5回76球5安打3三振1四球1レッドボール3失点とね踏ん張ったけどね。 全体的には踏ん張って投げたなっていうところはあるけども追加点取れなかったら痛かったね日本ハムとしてはね。で日本ハムはね3回以降ね3回三者凡退4回はツ、ね、ーアウトからランナー出すけどもチャンス作れずで5回、三者凡退6回、三者凡退7回、ね、ワ、え、ン、ー、アウトからね伏見がねセンター前ヒット出るも磯畑の送りバントが、ね、ファールになってダブルプレーバーっと、ね、で8回も三者凡退の9回、三者凡退ともう3回以降ほぼ攻撃らしい。 あの磯端のバントが決まっていればねまだ状況は変わったっていうところはあるけどもねその中でオリックスはね7回、さっきもね紅林がヒットって言ったけども9番ね、ね若杉が2ベースっていうところで下位打線から上位へチャンスメイクしてね得点したっていうのは流れ的にも完璧だったんじゃないでしょうか、えー、続いてね7月23日、えー、日曜日ね、えー、の試合では7対5でオリックスの勝利っていうところで日本はね初回、清宮の、ね、先制ホームランしかも2アウトからっていうところでいい形で先制するんだけども2回の裏ね 中川にホームランを打たれてね追いつかれるっていうところで。 今日はどうしたんだ打ち合いかっていうところだったけども、ね、えー、日本ハム先発ポンツね、えー、ご、6回3分の1、103球、8アンダー63、2四球1デッドボール5失点のね、非常に本番っていいピッチングだったけども、ちょっと味方のね、エラーで、ちょっとリズムね、なかなかつかめずっていうところは苦しいピッチング。で、オリックス先発山崎ちはね、えー、5回61球、4アンダー3一1失点っていうところで、まあ、オールスター明けっていうところもあったからね、まあ、多分5イニングで交代だったのかなっていうところはあるけども、な、グッピッチン。 ねえー。ところでね。ポンセもね。打たせて取るっていうところではかなりね。持ち味出したんだけども、なんと3回4回5回連続で先頭エラーで出塁っていうね。オリックスね。4回裏ね。戦闘を胸のね、えー、セカンドオールを噛み交わったね。一塁悪送球っていうところだでもその後ね。463ポンセはねむ、えー、若月をダブルプレー取るで5回もね。あ34。3, 4, 5だだから3回ね。 紅葉の、ねえー、ショート山田遥が、ね、ジャックルしてから投げてね、ね記録上悩んだだけどダブルエラーみたいな感じで,で早球がベンチに入ってノーアウト、二塁になるけども紅林、サードゴロセディのフォアボールんで T 岡田が、ね、アウト、中がアウトというところで1点取れず、ここで紅林が、ね、最低でも進塁打を打ってればっていうところはあるけどもねで4回もさっき言った通りねあの上川畑のエラー、若月、ね。えー ダブルプレーで5回もね先頭、野口のショートゴね山田がファンブルっていうところで義母が送りバントするけどもクレイスセデーニョが1本出ずっていうねこの3、4、5回先頭エラーで出るってなかなかね珍しいからねでしかもこれ7回もね先頭、若槻のねこのサード内野安打、清宮ダイビングでよくとって投げてワンパンス、ファーストマルチェストレーツとったろ、あれはとったろそんな中途半端なワンパンじゃなくてねだいぶ手前でね 多分興味も狙ってワンパー投げてると思うんだよねまあでもね、ねほっとんと神戸ね、ねその土とね芝っていうところねバンドの違いがあるからまあ難しいけどもねバットじゃないよ、バットじゃないけど取ったろ、せっかく興味のナイスプレイでもその後ね小田小リバンドで野口のデッドボールこの野口のデッドボールポンセ痛かったねで、えー、トングーが代打で出てきてフォアボールこれね、トングーの圧でねフォアボールでイ林がねやっとこされるライト前タイムリーヒットのセデージョがスリーランホームランで一挙5点で6対1ゲームセットみたいなね。 で8回にもね7番から始まって胸がね、えー、ライト前ヒットで若槻、4 6 3ダブルプレートっておおっって言ってねもう1点で、ね、ダメをししかったっていうところでツーアウトになるけども小田がフォアボールで野口の時に盗塁で野口がセンター前タイムリーねあセンターオーバーのねタイムリースリーベースっていうところでこれまたねチャンスをついえて、ね、ツーアウトになってから、ね、またね足を使ってね あのタイムリーで1点を取っていくっていうこのオリックスね今好調の流れねで結果ね、ね9回にマルチネスが満塁ホームランを打つからで、ね、この8回の1回がね結果論だけども何気に大きかったやっぱ日本ハムはミスだね、ミス失点につながらなかったやっぱりリズム感とかポンセの球数が多くなったとか、ね、っていうところもあるしね結局、最後ヒットになったけどもね取ってたらこの5点はなかったっていうねこちょっとの差が、ね、多分、この10。ね え、連敗に、え、繋がってるっていうところもあるけども、オリックスはね、しっかりね、えー、勝ちきり、両、2試合連続逆転勝ちだからね、非常に大きな2連勝でした。ついで、ロッテはソフトバンク、22日5対2でロッテ、23日4対3ロッテのさよなら勝ち、ロッテを2連勝ちなみに今日もね、試合あります、佐々木朗希と石川の投げ合いというところです。ね、22日ね、5対2でロッテっていうところで、ロッテ先発2時のね、6回86球、7で4三し、無四球1失点、5月30日ぶりの勝利、グッピチ。ね。まあ、これがね、本当配球偏ることなく、 まあでもね、打者によってはね、もう打てないと分かればね、そこをどんどんついていくっていうところで、まあね、同じ配球パターンで投球するときもあれば、その中でも各打者によって偏らないようにするっていうところでは、まあリードも含めてね、非常に田村と西野のバッテリー良かったんじゃないでしょうかっていうね。でまあコントロールもよくね、ストレートフォークのコンビネーション、でスライダーカーブのコンビネーションっていうところでも非常にね、グッピッチと思いますね。で、ソードバンク先発大関ね、5回3分の294球、7アン5三振、34球5失点と、まあ守備に足引っ張られてね、 と、同時にフォアボールからっていうところでね、まあ制球がね、ストライクボールはっきりしてね、ちょっと厳しい投球になったかなっていうところは。あるけども、ロッテはね、初回ね、浮上がライト前。このライト前もね、あのライトね、行くみね、ちょっとボール見えたかっ,たっていうね、その後のね、白棒でもね、ファールボールね、え、おっこと追いかけていかなくてね、取れなかったけども、前突っ込んできたこのね、初回の浮上下のライト前もね、ノーパン、 まあギリワンパンぐらいでね、ひょっとしたら取れたんちゃうかっていうところの、ちょっと見えなかったのか、大事にいってるのか、ね、初出場っていうところでね、分かんないけども、なんかもったいなかったなっていうね。で、中村アウトになって、山口ライト前ヒット。で、ワンアウト一、三塁になって、ポランコね、インコースどん詰まりでね、ショートゴロ。これはね、あまりにも打球が遅すぎて、ダブルプレー取れずね、えー、1点先制。で、えー、3回ね、先頭、平沢フォアボール。これ痛かったよ、大関。この平沢のね、フォアボール。で、えー、藤岡のね、ファーストゴロ。これも痛かったよ。 完全に363ダブルプレイだったところ、中村キャがセカンドで後投悪送球っていうね。で、ノーアウト一塁になって中村送りバント。で、山口見逃し三振するけども、ポランコね、インコース詰まりながらもレフト前に落とすっていうね、タイムリーヒットで3点。まあ、ソフトバンク流れないなっていうね、えー、ところでね。 ソフトバンクは、ね、4回表、ねえー、三森、近藤、柳田の連続ヒットでノーアウト満塁のチャンスを作って、よし、こっからビッグイリングいくぞっていうところで、牧原の、ね、レフトに犠牲フライ、これかなり浅かったから、これはストップかと思ったら三森が思い切ってねホーム、ヘッドスライディングで若干ボールがそれて、ね、セーフになるんだけどもいやこ勝ちたい周年出てるね、あれで思い切っていくってね。 かなり勇気あるねっていうねタッチアップがあって、ホームねそれでセーフになって、ね、3対1、ね、よし、ここからね栗原も含めての追加点やっていうところで栗原、6四4 3ダブルプレーで、えー、5回にもね先頭、くみがねプロ初ヒット、グッバッねライトヒット打って今見アウトになるけどもここで斐がねセーフティーバンド見事、グッバント中村晶、レフト前ヒットでワンアウト満塁でねよし、ここからもう1回ねここはビッグイニング最低でも同点に追いつきたいっていうところで 1、ね、1, 2球目、フォークボールをねぷりで振って、で追い込まれてから当てに行くっていうところで、無駄に当てに行っちゃって、なんと1、2、3、ダブルプレー、これが連敗中の怖さ、振りにいったらフォーク、追い込まれたまま、でもメモリはね、もうなんか最初はフォークでカウントって、追い込んだら高めみたいなね感じで、ロッテのねあの配球はちょっと、ね、一貫してやってたかなっていうね。ででもここで 犠牲くらいの1点しか取れなんで、ぐずぐずしてる間に6回裏、ねえー、ロッテはね石川センター前で、安田がライト前ヒット、でノーワード1塁から岡がバンドを決めて、ワンアウト2、3塁から田村がね追い込まれたら、なんとか右打ち、バットにさえ当たればね、えー、サードランナーね、ね石川に代わって和田が代走に出てるから、和田が突っ込んできてくれるやつ、なんとか当てる右打ちっていうところで、ね、チェンジアップ高め抜いたところ、ライトねグッバで、平沢、フォアブル、これ、痛いよね。 で浮上か三振取るけども中村もね右方向バッティングっていうところでツーアウトからねきっちりねピッチャー、武田に変わったけどもライトへタイムリーヒットっていうところで2点でこれで5対1、持ちエンドって感じだねこういったところでソフトバンクは全くチャンスに1本出ないロッテは着実にね意識的に右打ちとかね効果的なバッティングでね得点を重ねるっていうところではこれね結構大きな差かなと。 でね8回にねピッチャー澤村ーに代わって三森がワ、ね、ンアウト三塁からセンター前タイムリーヒット打つけども時すでに遅しいというところで,5対2でロッテの勝ちでしたで23日4対3でロッテサヨナラ勝ちっていうところでこの日は水合戦点数ありますよーって言っても点数いりませんって言ったようなね試合の展開になったような気がしますこの日はねソフトバンクね2回表、ワンアウトからね栗原アライト前、牧原がライト前で三森がねレフト前またワンアウト満塁。 また満塁、三度目のチャンスっていうところで、会がね、ショートゴロ、ボテボテの。で、これダブルプレイ取れずっていうところでね、これ月続ツーの間に一点。その後、ツーアウト1、3塁から野村は三振でね、またのワンアウト満塁で1点止まり。まあ、最低でも一点取ったからまだいいんだけどね。でも、ロッテはね、すぐその後、ツーアウトから、山口センター前、岡レ太前、そしてツーアウト1、塁からね、 2ーボールからフ、ね、ォークボール若干、ね、厳しいとこ来たやつは振らないで1、ねーボ,ーね、ボールから次、ね、フォークがねちょっとインコース見に来たところを振らないでねでワンワンからフォークがね甘めに来たところをしっかりとらえてね佐藤としては、ね、練習から状態良かったっていうようにねこれライトでね逆転タイムブリーツーベース、ライト線、グっパッティン、ね、で、えー、6回表に、ね、ソフトバンクは中村がレフト前そして5番、アスディーヨが来日初のツーランホームラン。 今までアスリートがどんな選手か全く分からなかったけどあそういう感じで打つんだっていうようなね打った瞬間、突き刺さってあこれはソフトバンクこの流れで勝つからと思いきやね6回裏、なんとツーアウトから山口が左中間へ同点ホームランていう、ね、山口グッバイねそして、点が入らず結果、ね、10回裏。ね ワンアウトから佐藤ツーベース。チャトニがセンター前。ワンアウト一三塁になって、藤岡をね、満塁したく。中村アウトになるけども、安田がね、ライト、さよならヒット、安田く。ね。結局4対3。なるんだ。けども、ね。ソフトバンク、ね。結局、4回、ね。ツーアウトから、三りのね。えー、ファーストゴロ、山口がファンブルエラー、ね。これあと中村ね、カバー、ぴっう上手かったけどね。で、 えー、メモリが盗塁してツーアウト、二塁になるけども甲がが、ね、ショートゴロ、これもねセンターがひょっとしたら抜けるかというところを藤岡が球、ね、際ぎりぎりにとってね1回転してファーストスローでアウト、グッドプレー、ね、守備で盛り立てていくわけよね、ロッテもね。ねで、えー、7回ね、ね3対3の7回1点取られたその後にに、ね、先頭甲斐が普通のショートゴロをね岡が藤岡がねファーストへ低投、暴悪送球でランナー出塁。 で野村が、ね、吉田、送りバンドを決めて、ね、ダイソーシュート出てきてるでワンダウト二塁近藤、フォアボール柳田、フォアボールっていうところで。 ワンアウト、満塁ねさすがにここは点入るやろというところで4番、中村晃が、ね、レフトへハーフライナーえあまりにも浅すぎて3塁ランナーシュートをタッチアップでずね。で5番、アスティディを初球のインコースストレートを打ってショートゴロというところで坂本ね、ね2連続近藤、柳田とね東から変わってフォアボール出したけどもねその後きっちり抑えて満塁、ね、2イニングで4回満塁のチャンスあって犠牲フライと。 ゲッツークルーズでしたか点取れない、これはきついね、で、えー、8回ね、ね8回もね、えー、栗原のサードゴロ、ね、安田がトンネル、でノーアウト一塁から槙原がバンドしようとしたときに佐藤がパスボール、もうこの状況、見て、点あげます、連敗止めてくださいって言っているようなもうあのミスミスよ、でノーアウト二塁になって槙原、ね、今度またストライクゾーン、バンと空振り。 そうした為替が飛び出してさっきの、ね、お返した佐藤はセカンドスロータッチアウトえっみたいな <laughs> まずねノーアウト2塁1、2塁じゃないんだからサード、ね、フォースプレーじゃないタッチプレー、ね、でよっぽどのことがない限りサードアウトにならないわけそこまで慌ててスタートしなきゃいけないかっていうねあと牧原ねもうここは確実にやらなきゃいけない点取らなきゃいけないところ流れも悪い中ねセーフティーフィってシ空振りは全然だめ もう最初から構えててもいいぐらいだったと思うよだから全部が軽いねプレーのこの連敗中っていうにもかかわらずねもうちょっとね丁寧にねやったほうがいいと思うソフトバンクはそういったところがね結局ねえ負けている要因だと思うよでこのね藤本監督もね策ね出せば出すほど、ね、逆には。 むくっちねせっかくシュートを早めにダイソー出したけどね、えー、得点機をかせずっていうね、でダイ代カー声だったら飛び出してアウトを、ね、ピッチャーね、ねタオラからね最新の注意で大津に変えたらねそれを山口にホームランを打たれるっていうねなすことなすことをねうまくいかないっていうね逆にロッテはね完全な負けゲームをね勝てたっていうのは大きい2連勝、さあ今日どうなるのか。 えいでセリーグ。DNA だ巨人ね。22日2対4で巨人っていうところで、巨人先発山崎よりね、7回100球、2安打二三振、2四球、2失点と、まあ、3連勝ね。個人的に、グッピッチングね。本当に投球も安定してるしね、言うことなしっていうね。もうなんか大崩れでもそんなしないなっていうところのね、試合も作るね、素晴らしいピッチングだったと思います。DNA 先発したね、6回92球、6安打二三振、えー、無四球、二失点。まあ、攻められない、これは。 もうね、2発に沈むっていうところでね、打線の援護なしっていうね、ところで。まあね、巨人は2回ね、ワンアウトから大城のね、ライトスタンドへの先制ホームラン。DNA はね、3回裏に2アウト2塁からね、梶原がセンターでね、タイムリーヒットを打って、なんとかね、同点に追いつきもね、5回ね、吉川がまたライトスタンドへ勝ち越しのホームラン。でも DNA も5回裏にね、ワンアウト3塁から山本のね、サードろ岡本もね、ホーム投げるけども、関,の関でのね、スタート。 そしてスライディングのね、うまさっていうところでね、えー、リクエストでね、アウトだったけど、リクエストでセーフになって、2対のね、同点になって、取られてもね、すぐ取り返すっていうところでね、踏ん張ってね、やってきてるんだけども、2回のね、えー、8回の表ね、ワンアウト2塁からね、えー、秋色がライトスタンドへツーランホームランっていうね、結果的にはね、3本のホームランでね、勝ち切るっていうね、 え、ところで、ジャイアンツが逃げ切ったんだけどもね。え、ジャイアンツのね、問題って、まずね、3回表。ね。三回表、1点リードの中ね。先頭吉川センター前ヒット。で、大川レフト前ヒット。ノーアウト1、塁からね、秋ロ送りバント失敗。サードアウトっていうところで。送りバントを練習してますか秋ロ選手は。てか、刺してますかチームはね。全然上手くなってるようには見えない。ね。でもしかし、バントを失敗すると、その後ね、上手くいったり、打っちゃうっていうようなね、なんかジンクスが。 ありそうでね、えー、怖いねで20、ねえー、回表もね、えー、ダイソ代走、ね、増田を出してね盗塁でかき回してからの秋色のホームランというところを、ね、こういうね終盤足も使って得点を取りにいけるっていうところは増、ね、田の,の存在意義もね非常に大きいんじゃないでしょうかそして d n a は、ねえー、9回裏ね、ね、えー、ピッチャーね巨人は中、えー、川に変わってね宮崎、ライト前ヒットでこれね、牧野ダブルプレーこれ痛かったねでもこれで吉川、ダイスプレーていうね。 このダブルプレーでね、えー、相手のねチャンスを潰したっていうところでは守備のねこのプレーも非常にね大きかったなっていうねでもその後ね桑原、関根とねなん、えー、とかしぶとくつないで、ね、ツーアウトの中、の一塁もう一発出ればさよならっていうところでねダス打もと、ね、楠本セカンドゴロっていうところで d ー n ルも最後粘ったけどね吉川のね一発ありねナイスプレーありっていうところでね非常にジャイアンツとしてはいい勝ち方だったんじゃないでしょうか。 ね、23日ね、えー、0対4でね、えー、巨人というところで、巨人先発ね、えー、メンデス、7回86球、3安打6三4 2球無失点っていうね、えー、ところで、まあね、ちょっと序盤ね、請球ね、ちょっとね、アバウトっていうかね、からっていうところはあったけども、まあ、白上がりにね、ストライク先行で勝負できたっていうところは、非常にね、素晴らしいピッチング、えー、だったと思います。DNA はね、4安打っていうところでね、このね、初回ね、 このツーアウトから宮崎牧フォアボールっていうところで、メンデスがね、ちょっとね、ばらついてるところで、一本出てればっていうところで、ツーアウト一塁からね、楠とかセカンドゴろでチャンス行かせず。で、二回もね、ツーアウトだったけどもね、飛ばしろヒット打つけどね、平っていうね、このピッチャーね、9番に行くっていうところのね、ちょっとね、このセリーグの難しさっていうね、えところもあるし、三回も裏はね、先頭梶原がライト前ヒットで出てね、えメンデスボークで、ノーアウト二塁のチャンス作るけども、ね、え佐野がセカンドライナー、宮崎 マキサーどころとねこの3回までのねこのチャンスで1本出てればね状況は変わったと思うんだけどもそこで1本出なかったっていうところがねちょっと苦しい試合展開になったかなっていうねあと巨人はね3回ねこの先頭、吉川がセンター前で出て梶谷がね、えー、送りバンドを決めてファーストね走っていってねセカンド、マキが入るのに送りて、ね、トントン、どうやっていうところでね審判アウトでリクエストセーフっぽく見えたけどねなんだろうね。こうっっってたフ 政府っぽく見えたけどね、まあわかんない、まあ、ね、判定はアウトだったけどね、でもちょっと言っとこうと思って。で、えー、5回ね、0対0で迎えた5回に、えー、9番面ですかね、ライトマイヒットっていうね、これ、ピッチャーにね、打たれるっていうところでね、d n a 先発ね、あの平良、4回3分の1、94球、8アンダー5、3、4、2、9、3、失点とね、ちょっと一気に流れがね、ここまでジャイアンツ完璧にね、平良も抑えてただけにねで、吉川がライトスタンドでツーランっていうね。 で、その後もね、カジタ谷秋色が続いて、岡本アウトになるけども、大城がね、レフトにタイムリーヒット、ね、一気に3点。で、7回にはね、またまた秋色が、レイヤーのね、宇宙館へ3ーボールノーストライクからね、思い切ってね、振りに行って、宇宙館へホームランで4対0。完璧な一発構成のね、勝利、だったんじゃないでしょうか。っていうところではね、まあ、メンデス、ここだ、メンデス、大量はね、ここ打たれたのがね、 ちょっと痛かったかなっていうねところはあるけどもジャイアンツはねメンデス、そしてバルドナード、ビーディ中川と、ね、外国人3人でね投げ切って最後は中川が投げ切るっていうところだねこの d n a に2連勝したのはね今の順位の感じからいうと巨人はねかなり大きい2連勝になったと思います。 ついで、ヤクルトで阪神、2二日6対3でヤクルト、23日2対4で阪神、1勝1敗の五分っていう形で終わりましたけどもえ、22日ね、6対3でヤクルト、ヤクルト先発大川ね、6回3分の2、93球、3安で三63、1、19、3、1点と、まあ環境をね、つけながらの投球、仲間のね、リードも非常にね、良かったと思います。ね。 あとね、あの、この配球でね、絞らせなかったりね、で、最後ね、あの、最後はちょっと捕まってね、失点してしまったというところもあるけども、まあ、試合を作ってね、非常に先発としての役割を果たしたんじゃないでしょうか。で、阪神先発は青柳ね、5回96球、7回134、291デットボール5失点と、まあ、自身のミスもありね、非常にもったいないね、試合になったかなと。で、ヤクルトはね、えー、初回、先頭山崎レフト前ね、で、ここでね、ファーストへ、青柳がね、悪送球。で、ランナーね、三塁になって、 竹岡は三振するけども、宮本がね、えー、セカンドへ先制タイムリー内安打っていうところで1点。ね。で、その後ね、この1点で終わらずね、えー、ツ2アウト1塁からね、サンタナのレフトへね、タイムリーヒットっていうところでね、宮本がね、しっかり、えー、ホームを踏んで2点先制っていうところでは非常にね、大きかったんじゃないでしょうか。で、このね、青柳のね、攻め方っていうところもこの山崎ね、宮本ともにね、逆方向への意識っていうところがね、えー、やっぱり良かったかなと。で、3回の裏にもね、 あの竹岡がねスリーベースを打って宮本のねショートゴラの管理1点というね、えー、着実に得点圏を作ってしっかりね物にしていくっていうところで大きいしで5回の裏にもね、えー、山崎のね、えー、セーフティーバントていうね。 えー、ところで、これ1グリー側に転がしてね、えー、青柳とね、大山がお見合いかな、どっちつかずになって取りに行かないで、セーフになったっていうところでもっとね、あれ、大山が出てもよかったけどね、そこをちょっとコンビネーションの悪さね、でその後、ね、あのね、竹岡が怒りバンドを決めるんだけどもね、三塁ベース誰もいなくなって、青柳すぐ行かなきゃ三塁に悟って来てんだからね。 で、ランナー3塁に行って、でツーアウト三塁からね、高めに外したところを、村上にね、思いっきり引っ張ってかれて、ライトスタンドでね、ホームランっていうところで五体でだからこの3塁悪送球、あと、お見合いで内野安打。ね。で、バンドしても3塁誰もいないっていうね。もうミス、ミス、ミスのオンパレード。しかも全部青いが絡むっていうところで、投げるだけじゃないんだから、帝京大学で学んだでしょう、そういうところね。で、知ってくだからもったいないよね。で、阪神はね、7回表にね、ツ2アウト1塁から森下がね、センター、 タイムリースリーベース。で、その後ね、梅野もね、えー、タイムリーヒットっていうところでね、まあ追い上げるんだけどもね、この7回裏ね、サンタナのね、レフトへタイムリーね、ツーベースっていうところでね、この1点、非常にこの1点がね、サンタナの1点が大きかったなっていうね、あと7回裏ね、まあフレッシュ MVP の森下ね、タイムリーっていうところで、まあフレッシュ同様ね、非常にね、バッティングの状態っていうのは良くなってきてるんじゃないでしょうかね。 でね阪神、えー、はね9回、大山レフト前佐藤、ライト前でよし3点差、一気に逆転していくぞっていうところでね森下はねファーストファールフライになるけども梅野の、ね、ライトね、ねフェンス直撃のねえヒットっていうところでセカンドランナーね、ね大山がね本塁に帰ってこれずっていうところでワンアウト一塁、一、塁ワンアウトはハーフウェイでしょノーアウトはタッチアップ。 ワンアウトはハーフウェーだったら、ね、ホームまで帰ってこれたと思うので大山がホームまで帰ってこれたらサドデルは、ねえー、サードで梅野はセカンドまで行けたと思うのよそしたらねワンアウト、二、三塁で2点差で原口っていうね、えー、ところになってるた中でこのね走塁ミスっていうところも大きいしまあね6対3、点数は3点差でね阪神の完敗っていうところだけどもこのね守備のミス、走塁ミスっていうところはねちょっと痛い敗戦になりましたね。 ついて23日ね、4対2で阪神っていうところで、阪神先発伊藤正志ね、6回94球、3安打1、3、4、3、4、9、1失点っていうところでね、まあ最近ね、本人2連敗中だったけども、まあ悪くない投球はしてた中でね、えー、やっぱりしっかりしたね、投球で、えー、勝ち切ったっていうところでは非常にね、グッピッチ。ねで、まあその後ね、岩沢、浜地、岩崎とね、まあ浜地が1失点するけども、なんとかね、逃げ切り勝利っていうところでは良かったんじゃないでしょうか。 まあこのね、試合もね、えー、1回の裏ね、ヤクルトがね、先制するノーアウト、一、三塁からね、サンタナの,の、えー、ダブルプレーの間にね、1点取って、まあ、ヤクルトが、ねま、たいい流れで試合行きたいところをね阪神はね、えー、3回表、梅野が、ね、ツーベース、ね、木浪が、ねえー、タイムリーツーベースっていうところで、まあ、1点を返してね、同点この後ね、ノーアウト、二塁から伊藤正司のスリーバント失敗アウトこれい痛かったね、ここしっかりね、バントで送ってたらねここでもっと逆転してもうちょっと楽な展開でね 試合できた中ではね非常にこのね自分自身のバントっていうところも正直ね練習していかなきゃいけないで7回表、ね、勝ち越すんだけども森下が、ね、センター前ヒットで梅野がねバンドバックスピンバンドね大西取ろうとしたら戻っていったからで内野段打になってこれはもう不運だねヤクルトとしてはねでノーアウト一・塁から木浪が送りバンドト代打、渡辺のファーストゴロ、ね、オスナが、ね、ファンブルっていうところでホーム投げられず、まあ、ホーム投げたからって完全アウトかどうかはかんないけどね まあ、ここでね、1点勝ち越されて、で、8回ね、え、表に、ワンナウト一塁から佐藤がね、タイムリーツーベース、で、ワンナウト二三塁から森下がね、え、センターへの犠牲フライ。これもね、並木スーパープレイだったけどね、一気にね、試合が壊れちゃうね、もうビッグイニングになりかけたところをね、この犠牲フライね、並木が取ってね、まあ2点差でね、まずこの状況は3点差か。で、終盤に迎えるっていうところはね、あの並木のね、センター後ろのスーパープレーグップレイ。 非常にね大きかったと思いますでも森下の、ね、でも打撃の状態をめちゃくちゃいい、ね、ように感じるで8回ぐらいねサンタナがバックスクリーンのホームラン打つけどもねまあ、2点差追いつけずっていうところではこの試合、ね、阪神の干渉だったかなっていう、ね、でも、あの伊藤将りのねあの送りバンドとかねきっちり決めてればもうちょっとね点差は開いたかなっていうところもあるしあの梅野の、ね、バックスクリーンバンドっていうねちょっとねあの阪神はね運が向いてきた試合だっただけに、ね、非常に勝ち切ったのは大きかったんじゃないでしょうか。結果ね一生一杯のゴムでした ついで、広島大中日、22日5対3で広島、23日3対1で広島、広島の2連勝っていうところで終わりましたね。22日5対3で広島っていうところで広島先発森下ね、8回94球、6安で6三振、一四球3一点と、まあ球数少なくね、ストライク先行で勝負できて、まあ3失点はしたけども、8回ね、しっかり試合を作ったっていうところではクッピぴチねで。中日先発高橋ね、6回100球、えー、6六安で6三振、三四球2一点と、ちょっと守備がっていうね、ところで足引っ張られたかなっていうね。 中日はね、2回表、石川がね、先制ホームランを打って、最先いいね、滑り出しするけども、広島はね、えー、2回の裏、すぐにね、ワンアウトから、ここのセンター前、デビッドソンフォアボール。で、ワンアウトに1塁から、アイザーがね、センターフライで、アウトになるんだけども、これをね、センターからね、ショートリューク。で、中継サードに投げて、悪送球になって、ファーストランナーデビッドソンも2塁に行かれちゃうっていうね。まあ、投げた方も問題あるけども、石川も体でね、 飛べたかったなっていうところはあるけどもね。で、この2アウトに3塁になって大森がね、レフトにタイムリーヒットで逆転っていうところになるんだけども、まずこのね、悪送球がなかったらデビッドソンのね、2点目っていうところはなかったし、このね、三遊間の大森のレフトゴロで、あ、レフト前ヒット、あの位置で大島が取って、セカンドランナーデビッドソンで、ホーム変えられるかっていうね、これ何回見ても変えられるかっていうことあったんだけど、あれは皆さんどうなんでしょうあれ変えられちゃダメだよね。 ね、で勝ち越して、で中日はね5回の表にねノーアウト二塁からねえ村松が3投に成功してね、ねで、えー、リュウクが、えー、犠牲フライっていうところで足でも、ね、ぎ、えー、取って1点でね、えー、同点になるっていうところまで来たけども7回ぐらいにねワンアウト三塁から野間が、ね、勝ち越しのタイムリーヒットを打ってで秋山、フォアボール4番に入った上本がレフトヒ前ヒットでつないで小園のアウトになるけどもデビッドソンがタイムリーヒットでね5対2と。 大きく勝ち越すっていうところでは、ね、このデビットソーのの、ね、活躍っていうところは足も含めて、ね、大きかったんじゃないでしょうかっていうねであ先ほどねこの5回の、ね、3投っていうところで言うと、ね、5回表で、ね、村松がセンターで2対0でツーベースを打ってノーアウトい塁から、ねえー、村リュウ空が、ね、送りバントしようとした時に、ね、セカンドランナー村松が飛び出して相澤が、ね、セカンドスローを投げた瞬間に、ね、村松がサードで、ね、盗塁っていう形で3投になるんだけどもあれはね 出過ぎてるからね、相沢泣けじゃダメだったわ。ちょっと出過ぎてるわ、セカンドランだもうちょっと一瞬ね、でも修正で投げちゃうんだよね、セカンドにね。でもあそこはね、踏ん張って持たないと、まあ村松上手かったっていうのはね、あるけどもね、ここはね、あそこでワンプレイちょっと大きかったね。で、7回もね、このやっぱ一番のね、問題とはね、ノマネタイムリーだけども、ね、ピッチャー勝つのに代わって、先頭の森下がね、レフトへツーベースっていうね、森下くっパってね。 で田中リバンドを決めてワンナウト三塁からきっちりね、野間は勝ち越しの1点、まあこの1点でね、めちゃくちゃいい流れだったんだけども、ね秋山、フォアボール、上本、4番がつないでね、小供、アウトになって、デビッドソンのツーアウト満塁からね、2点タイムリーヒットっていうところで、ダメ押しを取るっていうところでは、このデビッドソンの、ね、ヒットは非常にね大きかったんじゃないでしょうかね、で8回表にね、大城がね、あのー、レフトフライね、ね大森と小園がね、追いかけて、大森が落球になってるけどね、小園もね、 あそこまでいったら取らなきゃっていうところもあるしあれ大森が声出して子供がどいたんだったら声出したんだったら取らなきゃっていうところもあるからちょっと連携がねもったいない、でその後ねノーアウト二塁になって岡林が、ね、センターへタイムリーヒットというところでねこれ1点っていうねでそこでねこれ岡林がねアウトになってんるのよ、セカンドになってここはそんな無理していかなきゃいけないところでもないのよストップなのよ、この走塁がこれ非常にもったいないのよ。 でその後、ビシエド石川とかで,でホームラン出たら、ね、同点追いつく状況でこの総、ね、理ミスでかい、まあ、結果、ね、5対3で広島の、ね、勝利になりました。 ついで23日で3対1で広島っていうところで大瀬良柳の投げ合いっていうね、広島先発大瀬良ね、7回112球、5安打234、291デッドボール11点とね、踏ん張ったピッチングで勝ち投手。中日先発柳で6回108球、5安打234、3球2失点とね、えー、非常に試合も作ってね、ちょっと援護なしっていうところもあるけど、敗戦投手にね、えー、なりましたね。まあ、この試合もね、えー、初回ね、中日ね、あの、粘って粘ってね、して、大瀬良にね、31球投げさすっていう1イニングね、ここでね、 この大城ね、大島センター前スト、小林ショーバウル、ノーアウト一二からね、ビシエド石川ウサミがね、連続で倒れて1点取れず、ここでポンポンポンって言ってたらね、 一気にドランゴンズの流れでいったところをね、大瀬良が31球費やしたけどね、踏ん張ったことによってね、その後しっかり完璧に、ね、投げ切るっていうところでは、結構初回ね、分岐点だったんじゃないでしょうか。逆にね、そのね、えー、粘,っ粘って粘って粘ってね、球数投げさせられたけど、無失点でね、抑えた1回の裏ね、広島の攻撃ね、先頭小園がね、センター前、江野間がね、レフトフライになるけどもね、ここでね、悪送球っていうね、ランナー二塁に進んで、秋山がね、きっちりセンタータイムリーヒットで1点するっていう、この流れの違いね、 これはね非常に大きかったかなというねで広島はね、えー、6回裏にもね、えー、先頭、秋山はね、えー、センター前で上本が、ね、4番だけどしっかり送りバンドを決めてで坂倉ね敬遠気味のフォアボールで田中がねこうフォアボールこの田中のフォアボール痛かったねでワンアウト満塁になってねデビッドソンに代打、大田松山ここでしっかりね犠牲フライを打ってこのね貴重な1点を取るっていうねで問題はねこの7回ねワンアウトからね中日はね宇佐美がセンター前ヒットで細川はフォアボールねで、えー、ノーアウト 1> 1村松の、ね、ショート村松の間にファーストランナーね細川はアウトになってツーアウト、一三塁から、ね、代打、川越移籍してねここはレフトタイムリーヒット落打つんだけどもなぜかファーストランナー村松がセカンド大きくオーバーランして、えー、レフト盛り、大森でセカンド投げられてタッチアウト突破。パなんで無理していく必要ないしもう目の前にそこにあるよボール。 これ奥とかだった話わかるよ、すぐそこにあるのにもうベース上でいてもいいぐらいのオーバーランをなぜあそこまでオーバーランする、でセカンド投げられてアウト、ねしかも台だね移籍した川越がタイムリー打ったら盛り上がるベンチは一気に盛り沈、ね、下がるっていうところで非常にこの走塁ね。 え、中日取って痛かったなっていうね。で、8回9回ね、完璧に抑えられてね、ほぼチャンスなかった時にね、こういうちょっとずつのね、この走塁ミス、前日の小林のやつもそうだしね、この村松のやつもそうだし、全体的にこれちょっとずつのミスがね、結果的にね、このロースコアのね、ロースコア差の展開をね、負けちゃったかなっていうね。で、広島はね、最終回栗林がね、しっかり抑えて栗林、ぶってきりですね。これで矢崎とね、栗林ダブルスポッパーできればね、 この、え、与を与えながら回せるっていうところでは、さらに広島のね、リリーフの戦力が上がっていくんじゃないのかなっていうところでは、いい試合だったと思います。結果ね、広島の2連勝でした。さあ、続いて、ベストで発表していきましょう。まずは、パリウから、ピッチャー、セーブ、今井、ベストピッチ。キャッチャー、オリックス、若月、さよならホームラン。ファースト、ロッテ、山口、目指す30発。セカンド、ロッテ、中村、キャプテン。サード、ロッテ、安田、さよならヒット。ショート、オリックス、紅林、勝負強い。 レフト、ソフトバン、今度安定的なバッティング。センター、楽天、辰巳ヒーローインタビューが見せ場です。はい。ライト、オリックス、ノグチ、フレッシュ、MVP でもよかったのでは。はい、DH、オリックス、セーデーニョ、リセオ、ベルヘン、デル、ロサリオ、高校出身です。えリリーフ、オリックス、山岡、リリーフでも光輝くぞ。はい、えー、セリグ、ピッチャー、巨人、メンデス、ベネズエラ出身です。キャッチャー、巨人、大城、現在12号、20号いけるかもね。はい。 ファースト、巨人、秋広、連発です。セカンド、巨人、吉川、9打数4安打、2ホーマー3打点、素晴らしい,、はい。サード、阪神、佐藤出る、キーマンになるか。はい、ショート、広島、小園、ここからだ、はい。レフト、広島、大森守備もグッド、はい。センター、中日、岡林、タイトルゲット。ライト、広島、野間村の工業出身。リリーフ、広島、紅林、守護神、帰り崎がグッピッチ。 ということで、佐々木お送りしてきました。ちょっとこの後もね、また仕事行ってきますので、またね、この後の試合どうなるのか、熱い熱い戦いね、佐々木チャンネルでお送りします。ということで、総チェック、これまでです。おしまい